今回のテーマはスタッツについてご紹介いたします。波動ではプレイに関するデータを見ることができます。試合終了後に腕のデバイスを横にスワイプして、さまざまな情報を確認してみましょう。まずは80秒間で何発エナジーボールが打てたかを表すユーズドバレット。初級の段階ではチャージ3で55発以上を目指すと良いでしょう。次に80秒の間に何秒チャージすることに費やせられたかを表すチャージタイム。何もできなかった時間を表すエンプティータイムを確認します。チャージタイムは55秒以上、エンプティータイムは10秒台にすることから挑戦してみると良いでしょう。